越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、照明の体感ですね。はい、体感、あれ感じる、うんうん、響きのイメージ、イメージ大事ですね。大事ですね。もう私のベストはイメージじゃないです、ね、発生期間コントロール、発生期間コントロールですね、まあ、いろんなとこある、うんうんうん、当てる場所とか、ね、そうですね、場所によってこうね、響きが違ったり声質が変わったりしますよね、はい、そうですね。その共鳴、まあ、レゾナンスというのは共鳴のことなんですけども、あのそのトレーニングを体感していきたいと思います。はい、はい、で、今日はどこから出してみましょうかねみたいな感じですね。胸からちょっと胸に手を当てていただいて、はい、例えば C の音の音なんですけど、ここにちょっと当てて出していただけますか先生。ああそうです。あチェストですね。これが、共鳴、チェストボイスの共鳴ですね。で、通していきますね。どうぞ。これはヘッドボイスですね。やっぱり、音程もそうなんですけど、例えばあーっていうのも、あーっていうのと、あーちょっと違いますよね。これもその体感というか共鳴の体で感じる感じ方によって同じ音を出してて、同じ音程なのに随分あの印象というか、まあ、声の出し方全部変わってきます、はい、これを、練習していきたいなと思ってるんですけど、はい、ではちょっと今日はヘッドボイスを、ヘッドボイス、はい、やりたいと思います。でその後に少し下がってきて、はい、あのまあ、チェストができればなと思ってます。はい、ウが一番私はいいと思うんですか。何か、あとウィーですか。先生は何がいいですか。ウですね。ウですか。じゃあ、これをまず、どこに当てていきましょうかね。共鳴。共鳴、うん、どこにしましょうか。まず上からいきますか。そうですね。おでこあたりですけど、軟口蓋、軟口蓋っていうのがあるんですけど、喉の奥の柔らかいところですね、ふわふわしたところ、うん、そこに当てつつ頭全体に当ててもらう、うん、はい、例えばこんな感じ、こんな感じです、はい、それは先生に聞いてね、はい、そのイメージを持って今日は
でこの後ろ上当てて、でその軟口蓋ね、ちょっと難しい言葉だけど、口の中の上側のふわふわしてるとこ、ベロで触ってみて、ふわふわしてるよね、そこってすっごく大事で、いつもそこを意識すると喉がしっかりね開きますよね。はい、でこのハミングで先生がおっしゃってくれたとこ、そうするとヘッドミックスになっていくので、ヘッドミックス何かなと思ってもすごく重要なことなので、それはまたまたレッスンで聞いてね。ね、とにかくいろいろやってみて、また会いましょう。